マティアナ・スタシチは、ユーゴスラビア・バリエボ出身のサッカー選手。セリエ A、アッコフ・フィオレンティーナ所属。ポジションはディフェンダー。フィジカルの強さと上背の高さで、空中戦を制する、センターバック。また足元の技術も高く、試合の組み立てにも、積極的に参加できるプレイヤーである。新たなビリッチとも呼ばれ、本人も、自分のアイドルだと答えている。 パルチザンベオグラードバリエーボに生まれ、民間のバリスというサッカースクールでサッカーを始める。その後、ZSK、FK ブドゥチノストポドゴリツァの2つの都市のチームを経由し、名門パルチザンベオグラードにスカウトされユースチームに登録される。2010年1月にレンタルにてテレオプティックに移籍し、プロの選手としてのキャリアを始める。 フィオレンティーナ2010年12月13日にアッコフ、フィオレンティーナが350万ユーロで保有権を獲得したが、イタリアでは18歳未満の選手の売買の取り決めがあるため、シーズン終了まではセルビアリーグで過ごすことになった。2011年3月28日、18歳の誕生日をもって、正式にフィオレンティーナに保有権が移された。 9月11日に行われたセリエ A カンピオナート、ニオケル対ボローニャ FC 戦において、アレッサンドロ・ガンベリーニとの負傷交代で18歳で、セリエ A にデビューした。マンチェスターシティ2012年8月31日、ステファン・サビッチとのトレードで、マンチェスターシティ FC に完全移籍。シャルケ2015年1月12日、シャルケ・レイオムへのレンタル移籍が合意した。 スリーバックの一角として、レギュラーに定着。2015年3月11日、シャルケ・レイオムへの完全移籍と2019年までの契約を結んだことが発表された。フィオレンティーナ復帰2021年8月21日、アッコフ・フィオレンティーナに完全移籍で9年ぶりに本後、復帰することが発表された。各アンダー世代の代表に招集されている。 セルビア U-17 代表時代に、対スイス戦でドッピエッタを記録する。その後一度 U-19 代表に出場するが、飛び級で U-21 代表に招集されるようになる。A.B. ロームロイ、ムシク、キャフイ、ビディッチデューエセンピフィレンゼイビオラ、イット、2011年7月17日ツラン。?A.B.C. ムシク、ジョーバネセントラレッシュプヤチアラ。 フューオランティーノ・クーリラ・ダロスポート、イット、2011年6月30日閲覧2006年に、ビディッチが、マンチェスター・ユナイテッド FC に移籍する直前には、フィオレンティーナと契約しており、その経緯や同、同郷同ポジションであることも起因している。ハット、ムシック、クワリタ・パー・イルフ・トゥー・ローマ・エー、県内オップ・エアリバレイ・サンタン・フィレンゼイ、レイ・プブリーコ、イット、 2011年6月30日閲覧ゴールドットコム。シティ、ナスタシッチ獲得を発表。2012年9月1日閲覧。サッカーキング。内田のシャルケが補強。マンシーのセルビア代表 DF、ナスタシッチが加入。2015年1月13日閲覧。フットボールチャンネル。シャルケ、ナスタシッチの完全遺跡を発表。今年1月に期限付きで。 マンシーから加入。2015年3月11日閲覧。acffiorentina.com。ム、e、シック・エ・ユー・ヌ・コルチ・トーレイ・デラ・フィオレンティーナ。2021年8月21日閲覧。シャルケ・ノ・ナスタシッチ・フィオレンティーナへと復帰。キッカー・日本語版。2021年8月21日閲覧。ありがとうございます。